愛知県で陶芸をやってます原田です。もう陶芸は今年で15年になります。大学卒業して製陶所に3年勤めてた時にろくろの勉強をして一応職人で頑張ってました。3年前に独立して今は愛知県でやってます。益子っていう栃木県の土を使ってるんで益子焼きっていう形になるんですけど、結構最近はもう自分でオリジナルでブレンドした土を使ってるんで、まあ、食器でいうと、まあ、これちょっとシンプルなやつもあるし、まあ、彫刻刀で彫ったような結構時間のかかる作品が多いですね。これはね、自分でブレンドした栃木県の土ですね。赤土と白土をブレンドしてちょっと黒土を入れたやつですね。こういったロボットの香炉とかをこの中にお香入れてもらって、こう煙が出て壊れたロボットみたいになるっていうコンセプトなんですけど、香炉の炉で歩く人って書いてロボットって呼んでもらうようにしてるんですけど、この辺はまあロボットシリーズで、この辺は機械の心臓をイメージした、一応核っていう名前からコアシリーズって僕は呼んでるんですけど、まあこう心臓部ですよね、機械の、まあ、この辺が、まあ、僕の今だいぶ好きで進めてる分野なんですけど、まあ、一個一個こう手作りで作っていって、まあ、爪楊枝とかこうカッターの刃みたいなやつでこう模様をつけたり、コクデっていう粘土で黒い土のすごい細かいやつなんで、結構こういう細かい作業には向いてますね。大きいやつだと3日間ぐらいかけて1個作ります。やっぱ時間がかかるだけに愛着がね湧きますね。結構これ型で作ってるんでしょとか言われるんですけどね、型じゃないんですって言っても結構信じてもらえなかったりね。やっぱ初めに作った作品よりも次に作った作品の方が絶対進化するっていうところはやっぱし魅力的ですね。あとまあこう掘ってもいいし、こうくっつけてもいいし、まあ、土はこう生物なので、こう柔らかいうちだったらこう掘りすぎてもこう埋めることもできるし、まあ、自分の自己表現の世界としてはかなり向いているかなと思いますね。工房に来てもらっても一応こういう風に展示はしてあるんで、はい、気軽にぜひお越しいただけたら嬉しいですね。